これは、これはノード版カスタムのグラビティっていうペダルで、右に、ケンタウロス、こっちがケンタウロス K、はい、左に TS10 みたいなオーバードライブが入ってる、まあ、グラビティっていう名前なんで、ジョン・メイヤー、ジョン・メイヤー、ジョン・メイヤー系のみたいな音を目指してるやつです、ね、はいはい、まあちょっと初めて弾くけど、まあ、これがクリーン、そうで、クリーンもバッファー通って、バッファー通はい、でこっちがケンタウロス、ケンタウロスですね。これはクリーンブーストって感じで、はい、これはクリッピング、そうですね、なんか上にしたら多分なんかどっちやったかな、下がゲル下がゲルマニウムで上が違うやつやったかも、え、ゲルマニウム、こっちがクリーンのブーストみたいな扱いでやっていくのかな。ゲインも上げたらどうなる。ケンタウロスってこんなごつい音じゃないんですよ、うん、多分、はいはい、だからだいぶごつめの音やと思うんです、ね、なんか、はい、コンプレッションがすごいで、こっちでも TS は10、あ、まあ、一応その前になんか弦上げて、弦上げてゲルマニウムやったらどうかっていう感じ、弦上げて歪み方確かに変わるな、ちゃうと思う、かなり変わった、これで。こっちが普通、だいぶ押し出し強い、うんうん、こっちなんかコンプレッションがで、こっちはこの分かると思いますけど、うん、TS10 みたいな感じ、うん、でも単体でこれあったら結構いい感じやな、うん、
で、これ、うん、ローはそれやったら確かにローの輪郭が分からんな。これはだいぶローはすっきりしたね。ここは真ん中はこれだいぶ強くなった。なんか下がいいような感じですよ、うん。好きな感じだけど、なんか上にするとちょっとクリーンになる感じ。あ、まあ、確かにハイがちょっとあの存在感出てくる。これあとで両方できるんです、ね。まあ、こまあ、わかんないです。これは順番です。あ、順番。どっちがどうなってる。これはこうなってるの矢印。今下なんでこの順番です。あ、今の順番。音が音でかすぎ。これが多分あれじゃない。ハイ寄りみたいな音するけど、ローっていうより、こっちの方、こっちの、あの順番の方が
扱いやすい、うん、めっちゃ扱いやすい。これ適当にセッティングしましたけど、これを単体で。クリーンブーソって感じ。センスいるなこれ。特にこのケンタウロスの方が、うん、あの圧がすごいんで。そう圧すごいな。扱いが難しいです。こっち上の圧が、はい、なんていうのすごい。上きついですか。うん、いやきついっていうか、なんやろめっちゃなんか押さえつけられた感じするの。なんかあの結構ケンタウロスってなんかミドルとか、うん、上が強くなる印象なんですけど、うんうんうん、これはなんか結構下の方が強くなるんで、うん、真ん中の癖ある、うん、こっちのが俺は好き。あ下やったら、うん、あ上は歪まずに押さえつけられて下は歪むからって感じですか、うん、
いい感じ。いい感じですね。これやったら、ね、いや、扱い難しい。うん、てかそもそもジョン・メイヤーってこういう二個掛けしてんのかな。二個掛けかどうかもよくわからないです、うん。順番もあんま分からないです。うん、後ろでなんかこう歪みじゃなくてあのアンプをアンプの方をこっちでブーストした方がいいって感じですね。うん、A から B、B、あでも B え、あそうか、B A、はい、こっち B なの、あれあほんまや、こうやな、これが前になってるの今、あほんまや、順番は順え、うん、いや。B から、うん、今間違ってました。これブーストにしてこっち歪み。あじゃあ今こっちがメインになってる、うん。やっぱ後ろにある方が特徴出るから。やっぱその低域をなんか重要視してる感じの音って感じですね、うんうん、じゃあこんな感じこれで、はい